子様に助けられキスで目覚める眠り姫よ少女趣味だな、うん、いいえロマンチックよハリじゃあお城の壁をうんと高くして王子様の目につくようにしなくちゃね石を集めるわえはいリッチやあそれでハリーは近所の子なのええ隣のお城よ目的を果たすまで俺たちは諦めないパワーレンジャーの正体を暴いてやるのだお城壊したなかなおい、つなげめゴーレムみたいにドジウスノロどもが我が輩の家来をバカにしよった真の支配者を思い出させてやるビーチに向かいガキを捕らえよ奴らに一つ教訓を与えてやろう私にも積もる恨みを晴らさせてください秘密の指令が入った瓶を持って行けパワーレンジャーどもの慌てる顔が早く見たいものだ出してきたなジェット様を怒らせてただで済むはずがないのだそれなりのツケを払ってもらわねばならんこのガキはもうこっちのものだ、ね、ゴルダ待って誘拐されたいいか落ち着けハリーいい場所を探そうゴルダのザ何かのメッセージだひょっとして身代金の要求かしらどうかなそれで戻ってきたというわけかガキは捕まえたのであろうなええ、もちろんですとも見事にさらってやりましたよし貴様にも脳みそがところで例の瓶はどうした戦いでなくしてしまったようですなんだと戦い小娘相手にああ情けない奴めさぞ苦戦したのだろうスープにしてくれるわだがこの展開も悪くないガキの居所が分かればパワーレンジャーは助けに来るだろうそれが奴らのやり方ですある時など私が黙れんのなし奴らがガキを助けに来たら返してやるが身代わりにグリーンレンジャーを要求するコンピューターが文字を読み取り次第解読が始まる仕組みだ俺たちが着く頃にはハリーはもう他の場所かもこの暗号が何かヒントをくれるかもしれない解読し始めたぞ結果はあっという間に出ます読んでみようゴルダーへの指令書だ悪の島ヴィーナスアイランドへ連れて行けと書いてあるヴィーナスアイランドパワーレンジャーよそれはロードゼットが魔法で呼び起こした時にだけ存在する島だビューグローブを見てくれゼットだけがその島の存在を自由に操ることができる島が沈む前に助けないとハリーは永遠に悪の世界から戻ってこれないゾード何とかしなきゃ島の位置はZしか場所を知る者はない奴の意志一つで現れるそれでも島に近づく方法はきっとあるはずだ日没に島に向かって貿易風が吹くビリー、その風を追いかける方法を探すんだビリー、そんな方法ある？風の追跡信号の間隔を一定に保てばベクトル解析を正しく計算できますだってどういうこと？ビリー、もう日が落ちる
追跡キットは完成した。あとはこれを気象観測用の気球にしっかり固定すればうまくいくはず。こちらジェイソン。作業を急いでくれ。ヴィーナスアイランドがこの絵から消えかかっているようだ。急ごう。日没まであと何秒？20秒だ。風が出てきた。君たち、この時間を逃すな。刻一刻と島がより不安定な状態になっている。システムは作動してるか？ああ、完璧だ。多分ね。しまった、止め金が重すぎた。軽いものがいる。あと5秒だ。何？ヘアバンドだ。いいかも。急いで。今だ。上がっていく。ああ。さあ、基地に戻ろう。ああ。大西洋を急速に移動中。高度6000フィート。島を発見次第テレポートしてハリーを見つけ助け出す。そうだな。トミーは残った方がいいよ。いざって時のために。ええ、そうよ。そうだ、君のパワーはかなり弱まっている。もし戦いが長引けば力が尽きてしまうだろう。そうなれば島に取り残される。そんなことになる前に基地にテレポートするな。よし、合図です。着いた。北緯32度、赤経66度。島だ。やばい。センサーによるとハリーは島の真ん中にいます。見て。なんなの？ゼットがハリーを悪に導こうとしている。体全体が赤い霧で覆い尽くされたら二度と彼女を取り戻すことはできない。よくわかった。テレポート準備。ヴィーナスアイランドへ。幸運を祈ります。ちょうど腹ペコだったんだ。いいかトリニー、
みんなには近づけないが、どうにか。待って、ゾードンよ。トミー、君はもうパワー不足だ。すぐ基地に戻れ。ああ。すまないゾードン、ダメだった。それがゼッドの狙いだ。パワーを失った君とハリーを悪に引き込もうとしている。ビューグローブを見てくれ。ヴィーナスアイランドが沈む前にハリーを助けられなければ、あの子は永久に悪の世界へ閉じ込められてしまう。そんなのひどすぎるよ。迷う余地はない。ハリーを助けに行く。やめて。他に方法があるはず。何かいい案があるの？アルファ、ゾードン、私が行く。一人で？飲み込まれるのがオチだ。俺たち二人で行こう。それが使命だ。トミー、なるべく Z を避けるよ。でも自信はない。もしも俺が悪の手先になって戻ったら、みんなに謝ってくれ。体質だ。じゃあモンスターの体内で熱を作り出せばみんな出られるかも。それしかない。行きましょう。お熱いものをお見舞いしようぜ。ちょっと熱すぎるかもね。はあ、呼吸脅しなんか効かないぜ。お前らもじき食われるに。聞いたか、みんな。トミーがビーナレオンの弱点は熱だと言ってる。パワーコインを合わせよう。よし、分かった。やってみよう。おう、早く出たるわ。よし、はぁ、カミカミ。伝わったぞ。行こう。こっちからも応援しよう。ええ、外からの熱だ。ええ、待って、頼むからやめてくれ。急所をやりやがったな。うわ、行くぞ、覚悟しろ。うわ、出られた。やった、よかった。大丈夫、無事だったかい。さあ来い。逃しはしないぞ、私の餌だ。この目はパワーブラスターだ。パワーレンジャーめ、あそこまで行ってやつらに勝てぬとは情けない。ボルダーよ、こうなった責任は全て貴様にあるということを覚えておけ。うーん、おいらは関係ないもんね。貴様などカボチャにも劣るわ。お前らも同罪だ。文句があるなら我が輩に申し立てよう。そんなつもりは決して。カボチャはどうなったの。おいら腹ペコだが、ガキはまだこっちのもの。ヴィーナスアイランドよ、海に沈むのだ。ねえ、島が海に沈んでいく。早くハリーを見つけなきゃ。急ごう。
反応が強くなってきた。きっとこの近くだ。さあ、こっちの方だ。洞窟だ。こっちだ。みんな、近いぞ。見て、ハリー、さあ、早く助けなきゃ。よし、行くぞ。待て、君はダメだ。Z の罠に飛び込むようなものさ。でも、ハリーが危ない。俺が。ダメ、トミー、やめて。待ってくれ。外から攻撃を加えればどうだろう。やってみる。お城へ帰りましょう、姫。やったぞ。よーし、かっこいいぞ。やる。こしゃくだ、パワーレンジャーズ。のめあと少しでガキを悪の世界に引き込んで子分にできたのに。またしてもグリーンレンジャーにやられた。だが我が輩から逃げることはできん。勝利は我が輩のものだ。10人はいたわ。10人も？グリーンの身長は180センチくらい。足のサイズは？足はでかかったか？おいよせよ、詳しく教えて。グリーンレンジャーは茶色の長髪で、目は薄茶、筋肉質。聞いたか、ピエール。もちろんざんす。私はプロの画家ですよ。レッドレンジャーは茶色の髪に神秘的な黒い瞳、肩幅が広い。あっという間に完成です。さすがピエール。見るぞ。敵はどうだい。さあ、メガ博の手による似顔絵を見せてもらうじゃないの。あなた芸術が分かっていらっしゃる。そりゃまあな。では皆さん、パワーレンジャーの正体が今明かされます。じゃじゃーん、これだ。俺の前から消えうてろ。